皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。お金を稼ぐということについてという話をベラベラさせていただきまして、なぜか4本目まで突入してしまっております。けどこの4本目の動画はですね、ちょっとおまけみたいな感じで、僕の今までの人生の中の最高の失敗談をですね、皆様にお話しさせていただこうと思います。まあ前もね、前回の動画で言った通り、なんかこう物事を新しく始めようと思った時に、そうね、うまくいかなかったらどうしようとかさ、失敗したらどうしようとかさ、誹謗中傷言われたらどうしようとか、クレーム言われたらどうしようとか、傷つけられたらどうしようみたいな感じで躊躇してしまう気持ち絶対あるじゃないですか。でね、何かをその躊躇するのは、これ当然のことなんですよ。当然のことなんです。けどそこで躊躇してやめちゃう、行動しないっていうパターンに行くのが、まあちょっと言い方悪いかもわかんないけども、一般的な方なんですよ。それがね、まあ正直普通なんだけど、なんかこう何かその事業立ち上げますとか、会社をしますとか、何かこう物事をやりますって言ってうまくいく人っていうのは、躊躇した時にやめずに行動することなんですよ。ぶっちゃけた話、本当ね、そこの差だけなんだ、うまくいく人とうまくいかない人の話っていうのは。うまくいかない人はずっとこう躊躇して行動しなくて、うまくいかなくて、まあそりゃそうですよね、行動しなかったらそれは何も結果が生まれないですから。でそこでこう、ね、うまくいく人っていうのはね、そいつもバーンと行動したんですよ。でそこで失敗して、うわー失敗した、じゃあ次、失敗した次みたいな感じで、どんどんこうね、行動することをね、恐れない人のことを言うと思うんですけれども、ちょっとそんな体験談として、僕もたくさん失敗してるよっていう話を、証明する内容として、滝沢勝成が37年間で一番失敗こいたわと思った失敗体験を、今回はですね、暴露させていただこうかと思います。もし皆様のね、ちょっとこの背中を押す笑いのエピソードとして聞いていただけたら幸いでございます。僕ね、2015年、から音楽活動をスタートしてるんですよ。それまでギターずっと弾いてるし、ギターの先生とかね、レッスン動画とか YouTube とかもずっとやってたんだけれども、どっちかっていうと僕にとってこの音楽っていうのは、なんかこのスポーツとかその趣味に結構近くて、好きな曲をね、弾いてコピーして、うわ、楽しいねとかね、アドリブして楽しいねとか、セッションして楽しいねみたいな感じで、で、すごい面白いからみんなもやればいいのにっていう、そんな感じのマインドでね、ずっとこうやってたわけなんだけれども、ある時に、あ、せっかくこんだけギター弾けるんだから、なんかライブ活動とかそういうアーティスト活動みたいな、なんかそういうのもね、やってみても面白いかなってちょっと思い始めたんです。曲を作って CD を作って、でそれでこうライブをするみたいな、なんかそういうのもやってみても面白いかなと思って、でそれでこうね、2015年の3月に、まず試してこのワンマンライブをやったんですよね。橋本の月夜の心という居酒屋さんを貸し切って、でこう席を並べてステージを作って、35名様限定の、ワンマンライブをしました。滝沢の夜ボリューム1ってやつですね。まあこれね、ありがたいことに、まあ結構その時にレッスンに来てくださった生徒さんがね、多かったんだけれども、まあありがたいことにそのね、チケットとかも全部すぐ売れて、まあライブとしてもね、良かったみたいな感じだったんだけれども、そこで僕はですね、調子に乗るわけです調子に乗るわけです。確かね、8月1日だった気がしますね。2015年の8月1日、滝沢の夜ボリューム2というですね、ライブイベントを仕掛けるわけなんですよ。これがね、大失敗だった。大失敗だった。大失敗。僕の地元の橋本っていうところに、森のホール橋本っていうね、600人ぐらいの、まあ、ホールがあるんですよ。で、そこのホールでさ、駅から近くてすごい便利だし、綺麗だし、すごい人気なのよね。で、土日に予約しようと思うと、もうとんでもない抽選、その倍率をね、くぐり抜けなきゃいけなくて、まあ土日借りることはね、結構難しいって、ほんとそんな人気のホールなんだけども、とある、瞬間、ホームページをペット見て、空き状況見てみたら、8月1日の土曜日が、なぜかね、空いてたんですよ。で、それにびっくらこいて、空いてんじゃん、マジでみたいな感じに思って、すぐ電話して予約をしたって、そういう流れなんだけども。で、それ予約をして、よっしゃ、ちょっとワンマンライブするぞー、という感じで、調子の滝沢はですね、そこでこのね、ボリューム2の滝沢の夜を画策するわけでございます。けれども、大失敗。押しました。大失敗でございます。大失敗。何が失敗だったか、と申しますと、まあ、正直なところ、商業的には全然 OK です。その収益、その赤字だったとかそういうわけではなくて、全然その黒字でございました。ナチュラルに中身がグダグダだったっていう、そういう話です。それまでね、この YouTube でさ、いろいろこの活動してるからさ、その僕のことを知ってくれてる人っていうのはたくさんいらっしゃるわけなんですよ。で、この僕がね、そのラーメン屋さん作りました。わー、ラーメン屋さん出店しましたっていうことで、竹谷さんがラーメン屋さん作ったんだ。行ってみようみたいな感じで、まあ、たくさんの方が来てくださったわけなんですよ。ところがどっこい、そのラーメンが超まずかったと。ほんとね、そんな感じなんです。で、あの時ね、ライブに200人ちょっととか来てくださったと思うんだけども、まあ、ほとんどの人ががっかりしたんじゃねえかなっていうふうに思いますね。まあ、言い訳はたくさんあるんだけれども、なんかね、ナチュラルにグダグダだった。あのさ、
その運営スタッフが僕しかいないから、一応当日お手伝いさんね、あの日給1万円ぐらい払って、その10人ぐらい結果されてたんだけども、なんかこの指示したりとか仕切ったりとかさ、いろいろこの設置したりとかするのでさ、まあ僕中心にやっていくからさ、そのライブの準備とかが全然できなかったんですよ。で当日までもね、そんな練習をする時間とかもなかなか取れなかったりとかして、結構不完成のまま、未完成のままそのライブ当日を迎えてしまって、でもライブ始まったらセットリストができなかったりとかね、その結構グダグダな進行してしまったりとかして、最近やってるそのね、日曜日の放送の日曜の夜ですせみたいな雰囲気のめっちゃクオリティ低いバージョンみたいなのを、お客さん入れて3時間とかやってしまったわけなんですよ。まああれでしたね。で昔からね、その僕のことをチェックしてくださってる方々とかね、メールでよかったよとかって言ってくれたりとかしたんだけれども、やっぱね、そのがっかりした人っていうのは、その単純にもう二度と来ないだけであって、直接何かこうね伝えてくれたりとかしないと思うんですよ。だからその機械ロスって言い方をするんだけど、せっかくラーメン食べに来てくれたのに、あ、竹田さんとこもう二度と行かねえみたいな感じでがっかりさせてしまって、そのまま帰っちゃった人がですね、めちゃくちゃ多いと思うんです。でありがたいことにね、一件だけコメントいただいたんです。ホームページに、とある方からコメントいただきました。すっごいありがたいコメント。友達と二人でライブ行きましたと。で、その友達は竹田さんのこと知らなかったんだけども、すごい YouTube で面白い人いるから一緒にライブ行こうと思って誘って行きましたと。けれども、なんかすごいグダグダでがっかりしましたと。で、その友達もね、何これみたいな感じですごいね、不服そうでしたと。なんかせっかく友達にね、誘ってチケット買って行ったのに、なんかね、すごい裏切られた気分ですと。がっかりしましたみたいなことをね、書いてくださったんですよ。ありがたいよね。そんなことをね、書いてくれるなんてね。で、すごい言葉遣いも丁寧でさ、なんかこう、もう静かに丁寧に、もうね、なんかがっかりしたってことをね、伝えてくださったわけなんですよ。もうすごい嬉しい話でございますよ。で、そういう方がね、一人いらっしゃるってことはですね、もうその周りにもですね、そういう人ね、絶対ね、いっぱいいると思うんですよ。まあ、もう、マジで申し訳ないことした。本当に申し訳ないことした、あれは。あのね、僕自身もね、ちょっとね、この調子のたところはあると思うんです。まあ、なんか言葉で言うとね、本当はめちゃくちゃこの、はばかられるんだけども。まあ、僕がね、このステージに立ってこうね、ギターペット演奏すればみんな満足するでしょみたいな感じの、なんかそういうこうね、おごりというかね、そういうこの満身みたいなのね、まあ少なからずあったと思うんですよ。じゃないとね、そのちゃんとね、このセットリスト組んだりとかさ、そのライブをね、ちゃんとこう練習したりとかするじゃないですか。でもそういうのをね、このね、なーなーでやってしまったことに関してはですね、本当ね、素直にめちゃくちゃ反省しましたね。でそこでね、またこう次のライブにつなげようということで、次のライブからですね、そのセットリストを作って、なんかこうね、テーブルにあのセットリストをなんかお品書きみたいな感じでこうセットリストを置いたりとかして、でそのねセットリストでこうね、ちゃんと練習もリハーサルとかもして、このね本番に臨んだりとかして、どんどんこの、ね、イベントとしてブラッシュアップをしていくわけなんですけども、まあそんな大失敗もあったわけでございますよ。でもそこでね、僕がワンマンライブをして、そんなね、でっかいところでホールでやって、もしそのね、お客さん全然入らなくて失敗したらどうしようって躊躇して、その行動しなかったら、もしくはそこでこうなんかね、いろいろこのがっかりされ、したってコメントをもらって、ああ、もうライブ活動ダメだ、もうこれからもうやめようみたいな感じで僕が活動をやめてしまってたならば、全然未来ってのが変わってくるわけでございますよ。そこで僕がね、そのね、うわぁ、失敗したー、ごめんなさい、反省しながら次に行きますっていう感じでこうね、どんどん次ってやってるからね、その歌い人っていう人に言っても誕生して、でこういうお店をね、継ぐことにもなって、なんかこういう YouTube 活動とかもさらに続けることになってって感じで、その僕はその常に行動を止めてないからね、この今に繋がっているわけなんですよ。けどそこでね、何度も言うんだけども、失敗を恐れないこと、これをですね、なんだろうね、アホなのかね。うん、そうだな、なんかすごい偉そうにいろいろとこのバーッと言ったけど、あれかもしれない、アホなのかもしれない。うん、それだ、アホになろう。そう、僕たちはみんなアホになればいいんだ。失敗をしても、ごめんなさい、そのまま次に行きます、反省しますって言いながらね、次に行けばいいんですよ。どんどんアホになろう、やー、そんな感じの話でございました。いかがだったでしょうか。ねえ、なんかね、こうね、ちょっと、これまた余談なんだけど、なんか僕自身がね、そのあまりこのライブに行ったことがないっていうのがね、やっぱすごいでかかったんですよね。なんだろうな、その、世の中調べればいろんなことが出てくるじゃないですか。例えばそのね、ギターの先生をうんたらかんたらにしてもですね、そのギターのそのね、レッスン価格とかさ、どうしたらいいかなと思った時にさ、まあ普通にこうね、ギターレッスンとか調べればいろんなお教室出てくるから、そういうお教室とか見ながらね、その時間とか料金とかね、もう参考にさせていただいて、なんかこう決めたりすればいいし、デザイナーとかイラストレーターとかに関してもね、広告どうやってデザインすればいいかなとか思ったとしてもね、電車乗ればさ、もうね、もうたくさんもう勉強できる素材がたくさんバーッとあるわけじゃないですか。街中歩けばね、いろんな広告看板とかでさ、その参考にできるその、ね、勉強するも対象がたくさんあるわけなんですよ。でそこからこう盗めばいいんだけれども、僕もね、そのね、ライブの DVD を見たりとか、実際にライブ行ったりとかして、そのライブの動画を見たりとかして、その勉強するべきだったんですよね。
でもそういうのもせずにですね、僕はもうこのままでいいんだみたいな感じで、まあ、調子に乗ったわけなんですけれども、そこでこう、ね、痛い目を見てしまったというところなんです。でそこからですね、まあ若干、2013年からその僕は各地にその、ね、巡業っていうなんか名前でね、そのイベントでその皆さんに会いに行くみたいなことやってるんだけども、どっちかっていうと僕はね、そのなんかね、オフ会的ななんか要素からそういうコミュニケーションを始めてしまったんで、なんか僕のなんだろう、そのマインド的にも結構そのね、ライブっていうよりもなんかね、オフ会っていうか、そのね、なんかコミュニケーション、なんかコミュニケーション会みたいな、なんか握手会みたいな、なんかそんな感じのね、イメージがね、僕自身もね、すげえ強く持っちゃったと思うんだよね。けどそうではなくてさ、そのチケット買ってね、ホール見に来たらね、普通にこの演奏することとかね、そのスポットライトとか照明とかね、色々凝ったりとかね、演出があったりとかすることもね、皆さん期待するじゃないですか。全部見事に裏切ったよね。本当に僕はあの時に、あれはね、本当ね、大失敗でした。これね、おみっちゃんにもすごいよく言ってるんだけどね、商業的にはね、全然 OK でした。けどイベント的にはね、もう大失敗。もう大失敗中の大失敗。本当にもうやばい。でもあれがあるからこそ、今に繋がってるわけでございます。あのコメントくださってる方ね、まあ多分もう僕の動画とかもチェックしてくださってないよな。もしその見てくださってたらすげえ嬉しいな。ね、まあ今はね、その歌いストア活動休止になっちゃったけどね、なんかああいう経験があったからね、その2020というソロアルバムを作ったりとかね、日曜日みたいなああいうイベント、ね、オンラインのイベントみたいな、ずっと続けられるし、まあ最近ライブやっぱ難しくなっちゃったけどね、うん、その音楽活動っていうものにですね、その真摯に向き合うことができたって感じなんです。あの方はですね、本当めちゃめちゃ感謝ですね。すごく嬉しいです。この動画見てくださってたらぜひコメントしてくださいませ。そしてまた機会があったら、あの時の僕とはですね、一味、二味、もう宮地も全然違いますので、本当にもう反省して、もうあそこからたくさん練習しまして、たくさんブラッシュアップをしました。本当機会があったらですね、またその友達と一緒にライブ見に来てくださいませ。あの時のあの人全然違うじゃん。どうしたのっていうふうに、もういい意味で、もうすごい衝撃、驚きを、差し上げられると思います。よろしくお願いします。そんな感じでございます。では、そんな感じでですね、この動画のシリーズめちゃめちゃ長くなりましたけども、たくさんのお時間いただきましてありがとうございました。またご質問とかね、ご意見とかありましたら、バシバシとコメントしていただけたら幸いでございます。それでは、長い動画を最後までありがとうございました。さよなら、グッバイ、ジャーニー。